太田朝府翔正公爵基重祝賀会。前列左二人目が太田、右隣は翔正。その右隣は、神名野利和王太朝式から1938年11月25日は、沖縄の新聞人、政治家。慶応義塾で、福沢諭吉の訓導を受ける。琉球新報の設立に参画し、後に社長となる。また言論人としては、 沖縄県の本土への同化を強く唱えた。著書に沖縄県政50年など。大田は日清戦争で親中派の岩固党に対し、親日的開花党の立場で論人を張り、その後、一貫して沖縄の本土への同化を強く訴えた。大田は1900年の講演で沖縄協の急務は何であるかといえば、1から10まで他府県に似せることであります。 極端に言えば、くしゃみすることまで、他府県の通りにするということでありますと、極端な、同化主義を唱えている。1903年、大阪で開かれた第5回内国官僚博覧会の際、その周辺で、学術人類館という見せ物小屋が建てられ、琉球人女性が、アイヌ人、台湾人、朝鮮人、中国人、インド人、ハワイ人などと共に、陳列される事件が起こった。 これに対し、韓国や中国の留学生が抗議の声を上げ、大田も琉球新報史上で、隣国の対面を恥ずかしめるものであると批判したが、一方で、琉球人が、聖盤やヌと同一視され、列島種族とみなされるのは、地獄と差別意識丸出しの論評を行った。琉球郵便の1953年10月1日発行の新聞週刊記念切手に、 太田の肖像があしらわれている。デザインは、洋画家、大城明なり。ありがとうございます。